First place in ice dancing from USSR, Maya Usova and Alexander Jolin.アイスダンスの優勝者ウーソワ・ジューリン。ビバルディの式、ちょうど、はい、もうこのプログラムあれですね、以前 のキョーベル・ディーン組 の、ボレロにも匹敵するような、もう本当プログラムだと思いますね。彫刻に命が吹き込まれて、そして物語が展開する、こういうストーリーですと昨日のフリーダンスの後話してくれました2人。まあ、祖国のいろいろな変化にはあまり考えすぎないようにしていると話してくれました。そしてオリンピックの後に、この成績次第ですが、優勝でもすれば今度はこの2人はご夫婦ですが、子作り、まあ、家庭生活重視ということに移っていくという話もにっこり笑いながらしてくれました。さあ、アンコールに答えます。この続き見てみたいですね。そうですね、できればという、まあ、フリープログラムなので続きを見せてくれるんじゃないかと思うんですが、thank you.
ただただため息です。もうエンディングのポーズがあのスタートのポーズと同じっていうのはもう心にくいばかりですね。なるほど。これはある彫刻家がフランスの公園に彫刻を立てているんですが、その彫刻にという今お話を先ほど申し上げましたと元へ戻ったということになるわけなんですね、ということですね。しかし8歳からこのスケートを始めたマイア・ウーソワさんですが、得意は料理、何が一番かと伺いますとバナナケーキ。作ったのをですね、彼アレキサンドル・ジューリンさんがもう甘いもの大好物でほとんど食べると、ただじゃあ太らないのかと伺いますとね、いやもうそれだけトレーニングをやってる。そうでしょうね。本当にトレーニングを積んでないと絶対にできないプログラムですね。毎日この6時間の練習を続けて、世界トップのここまで技を極めてきました。さあアンコールに応えてくれます。いやまだ続く。それぞれの南国とかアレキサンドジュリーの選手でした。どうもありがとうございました。